フォルクスワーゲンのラインナップの中で最もコンパクトなモデルがこのルポであるデビューしたのは1998年のことそれまで最小だったポロが年を追うごとに拡大成長していったためそこを埋めるモデルとして登場した全長3 5メートルという非常に小さな車だが パーツの質感や組み付け精度のクオリティは、フォルクスワーゲンの上位モデルにも通じる優れたもの。スタイリングは気を照らわないシンプルでクリーンなものだが、よく見るとボディーパネルの面構成などに工夫が凝らされており、コンパクトながらも存在感を放つ車である。 本国仕様に用意されているパワーユニットは1リッターのガソリンからターボディーゼルまで実にさまざまターボディーゼルの中には燃料3リッターで 100km 走れるいわゆる3リッターカーも用意されている1 6リッターの GTI を別格とすれば主力となるエンジンは 1> 1. リッターの直列4気筒 DOHC のガソリンで100馬力と75馬力仕様があるこれに組み合わされるトランスミッションは5速 MT が基本だが日本では75馬力仕様に4速 AT の組み合わせとなる一見非力に感じるパワーもボディが約1トンと軽いため 走りはことのほか活発である足回りはフロントがストラットリアがトレーリングアームという小型車のお手本といえる組み合わせ生活の足という性格付けのためそのフィーリングは乗り心地を重視したものだがそこはドイツ車アウトバーンでも破綻しない懐の深さも兼ね備えている 決してスポーティーなモデルではないがエンジンの回転フィールやステアリングの感触なども同クラスのライバルよりは高いレベルにある点が評価できるこのクラスのベンチマークともいえるプロダクトである